ライリー・マックリーは、オーストラリア出身のプロサッカー選手。バーミンガムシティ FC 所属。ポジションは MF。アデレード・ユナイテッド FC の下部組織出身で、2016年3月に A リーグデビューを果たした。2017年1月のウェリントン・フェニックス FC 戦でプロ初ゴールを決めた。2017年7月、ベルギーのクラブブルッヘニー席。しかしを得られず、 期限付き移籍でオーストリアに帰国した後、2019年7月にフルスアデレードユナイテッド FC に完全移籍した。2020年10月5日、メジャーリーグサッカーのシャーロット FC に移籍し、直後にエフルチャンピオンシップのバーミンガムシティ FC に期限付き移籍。2013年8月にミャンマーで開催されたアフユマイナス16ユース選手権で、 U-17 オーストラリア代表に招集された。同大会では、グループステージの U-17 ブルネイ代表戦で、ハットトリックを達成した。2017年3月、2018FIFA ワールドカップ、アジア予選のイラク代表戦と、UAE 代表戦で初めてフル代表チームに、招集された。2019年11月、マクリーを含む4選手が女性を暴行したとして、 U-23 オーストラリア代表チームから追放された。この処分のため、2020年の AFCU-23 選手権に出場することは禁じられた。2021年6月3日、2022FIFA ワールドカップアジア予選のクウェート代表戦で代表初出場。アデレードユナイテッド。ありがとうございます。